こんにちは。転売大堀秀夫です。今日は投資と投機と貯蓄とギャンブルの違い、これについてお話しします。結構いろんな方がいろんなことをおっしゃってるんですけど、ちょっとね、ピンとこないというか、腑に落ちないというか、違うなという違和感をよく感じるのが、投資と投機は違うと、ね、いうことが言われてます。ただ実際、投資も投機も、さらに言うと貯蓄もですね、全部ギャンブルであるというのが、実態に近いです。それはね、イギリスの EU 離脱のこのね、ポンド下落というのを見てね、そんなことをちょっと考えてたんですけど、長期で考えればね、ここは買い時だとかいろんなことを言う方がいます。で、一般的なイメージだと、投資というのはね、長期で成長する。だ損はしないと、ね。長期で考えれば得をするというふうに言われています。で、投機というのはギャンブルだと。損をすることが多い。で、貯蓄が一番手堅い。損はしない。で、ギャンブルというのはね、もうそのままギャンブル、競馬やパチンコ、必ず損をするというようなイメージ。これが一般的なイメージです。ところがね、実態は、だいぶ違います。で、実態に近い解釈で言うとですね、まず、投資というのはですね、そもそも、投資と投機の違いとか、誰が説明してるかって考えるとね、大抵私もよく見るのはファイナンシャルプランナーの方ですね。で、私自身もね、実はファイナンシャルプランナーは持ってるんですけど、全く使ってません。なぜならね、やっぱりね、いまいち嘘くさいというのがね、どうも、抵抗がありまして、ファイナンシャルプランナーってもともと保険会社やね、あるいは証券会社が商品を売るために社員教育の一環として作った資格です。だからね、投資と投機という区別をつけて、うちのこれはね、うちの勧めてるこれは投資だから安全ですと、長期で持ってくださいという、要は売るための区別なんですね。で、投機というのはギャンブル、ね、損をすると。ただね、投資より投機のがマシです。なぜなら、投資というのはですね、もう単純にいつも買い時と、ね、今うちのを買ってくださいって話ですから、天井でつかめば損します。で、投機というのはね、感情を見て分かるように機会を捉えますので、安い時に買わなきゃいけないと。安いと思って買ったら高かったということもありますけど、少なくてもいつでも買い時なんていうことはないです。物にはね、買い時、売り時があるっていうのをきちんと投機というこの字が表してます。で、貯蓄、これはね、貯蓄したお金はほとんどの場合、目減りします。損をする可能性の方が高いと。これね、後で今、上の方にちらっとあったイギリスポンドで、補足説明しますけど、貯蓄というのはね、最も誰でもできるだけに、最も損をする可能性が高いという、普通の人のイメージとは真逆のことです。しかもね、ただ使わないだけなんで、節約癖が身につくというのはね、非常にいいんですけど、それ以外、ね、貯蓄をすることによって何か、勉強になったということはあんまりないですね。要は収入以下で暮らすつつましいのはね、身についたと。それはそれで、それがすごくいいという方は、それで OK なんですけど、貯めたお金が増えると減らないということはほとんどない。で、ギャンブル、ね、これは損をすることもあれば得をすることもあると。で、さらにギャンブルだって自覚してやってる方はですね、失う覚悟はちょっとはありますので、投資や投機や貯蓄よりはマシですね。で、なぜ貯蓄が確実に、損をするか、ね、長期でやってもダメかというのを言いますと、これね、イギリスポンド、ね、ここ10年以内のポンドね、高い時と安い時も半値以下、だから今回のショックといってもまだ半値になってないだけね、120円になってないだけまだ大したことはなかったんですね。ところが、イギリスポンドっていうのは長期で見るとね、1980年に526円もしてたと。そこからね、最近の160円とか100円台まで下がった方がよっぽど大事件だったわけですね。で、プラス、ね、なかなか今の若い方、信じられない方多いんですけど、私が生まれて昭和42年ぐらい前は、42年ぐらいの時はですね、1ポンド、1008円、ね、さらに言うと1ドル360円だったんですね。で、どういうことかというと、イギリスの方がせっせと貯金したらですね、
今や価値は8分の1以下になっているわけですね。多少金利がついたところで焼け石の水です。せっせと貯金してですね、老後のために若い20代のうちから貯金してたお金、老後の足しになるかなと思ったら、今や8分の1の価値と。これだったらね、なんか使っちゃえばよかったなとか、あるいはね、身になるものに、自分の身になるものに投資すればよかったな、予防に行けばよかったなと、普通は思うんじゃないでしょうか。で、投資も一緒ですね。ポンド、肝心の通貨がここまで下がってますんで、何に投資しててもほとんどの場合は、お金をね、株買おうが、ポンドを買おうが、何かをが減ってます。減ってるってことはね、長期で考えたら確実に損をしてるわけですね。で、唯一、ね、投機で、このね、上がり下がりの、下がったところで、買って高いところで売るとかね、高いところで売って下がったところで買うっていうことをやった人は、儲かってると。これ、投機をした人、うまく機を見れれば儲かってると。で、ましてギャンブルね、それをギャンブルだと割り切って、さらに高いレバレッジでバラントとかね、やった人は、もっと儲かってる。さらに言えば投資をするならですね、自分のスキルを上げること、経験をすることに、つけてれば損をするということはほとんどなくなるというのが言えます。そんなわけでですね、投資も投機も貯蓄もね、全部ギャンブルだと。そうなるとじゃあね、よくわけわかんない。何をすればいいんですかってことになっちゃうんですけど、これはね、投資の神様と言われているウォーレン・バフェット曰く、十分なリターンを得るために何かの専門家である必要はない。それより重要なのは自分の限界を認識すること、うまくいく合理的な方法を選択すること、そして物事をシンプルに捉え、ホームランは狙わない、すぐに確実に儲けられるという話には即座にノーということだと。ね、この投資をね、からのアドバイスを、分析しますと、投資と言われたらね、わからないものには手を出さないと。特にね、投機やギャンブルとは違いますと言われて、勧められる商品には手を出さない。で、投機はね、内容のわかるものにだけ手を出す。特にあなたしかわからない特殊事情があれば、なお良いと。例えばね、孫さんは、そのソフトの出版社、ね、あるいは、IT の展示会を手に入れることによって、孫さんにしかわからない特殊な案件を、ね、迷わず手を出したから、今や億万長者になっているってわけですね。ああいうのが、まあ、投機の理想形ですね。で、貯蓄。これはね、イギリスポンドのように、イギリスのようにね、衰退していく国の通貨で持つのは、どんどん減っていくだけです。成長が見込める国の通貨で貯蓄すると。成長が見込める国がわからないんであれば、わからないのものに、貯蓄する。貯蓄しない。ね、逆に。わかんないのに、ただ貯蓄するのは確実に減っていくってわけですから、ならむしろしない方がマシだということが言えます。で、ギャンブル。ね、勝てる自信があるものにだけ手を出すと。この投資も投機も貯蓄も全てギャンブルね。もっと言えばね、世の中の全ての出来事というか、まあ、人生そのものがギャンブルなわけですから、どうせ手を出すならね、分かっていること、楽しいこと、勝てること、その自信があるものにだけ手を出すというのが重要じゃないかなと思います。ね、投資と投機は違うとか、ずっと感じてた違和感がね、なるほど、投資というのはね、投資商品を売るための区別だったんだなということはね、まあ、ふと思いつきまして、それをシェアさせていただきました。ぜひ、本当の意味での投資は、まあ、自分の経験やスキルを上げることなんでですね、そちらの方に投資していただければと思います。以上、天満アカデミー、堀秀夫でした。